リーフラス株式会社は東京都渋谷区に本社を置く日本の企業、スポーツサービスを提供するソーシャルビジネス企業、社会や地域の問題点をスポーツを通して解決していくことをミッションとし、子供向けスポーツスクールの会員数約5万名、スポーツサービス提供者数約8万名は国内最大。創業以来20年連続の会員数の増員を続けており、 種目は、サッカー、野球、バスケットボール、テニス、空手、陸上競技、剣道、バレーボール、ダンスチアダンスなど12種目。他にもヘルスケア、運動部活動支援、地域共同などを事業とし、スポーツ技術にとどまらず、礼儀や公共心を教え、スポーツを通じた非認知能力の育成と地域の活性化に取り組んでいる。サッカー部門では、 津波と文ふみ、上昇寺、野球部門では中畑清がアドバイザーに就任。過去のアドバイザーは、ラモス類、岡田武史、若松務、古田敦也、中西哲夫など、プロ野球のソフトバンクホークス、東北楽天、ロッテ阪神タイガースと業務提携している。全国の小中学校において部活動支援は319校。 体育授業支援は136校で実施。どちらも国内最多の実績。2019年現在、ありがとうございます。